GPS を使ったゴルフの上達術はセカンドショット以降にこそ本領を発揮します。はい、皆さんいいショット打ちましたね。ありがとうございます。ここでですね、残りが270ヤードここでパー5のセカンドをどう攻めるかってすごく大事なんですよ、はい、もうね、多くの人がここを失敗して本来だったら一番簡単なはずのねパー5でガタガタって崩しちゃうんですけども、この270ヤードの距離ですけども何番でいきましょうか。3番でできるだけ、グリーンの近くまで飛ばしたい。スリーウッドで、はい、スリーウッドだと何ヤードぐらい。220ヤードです。220ということは220打っちゃうとラフまで入っちゃうんですよ。はい、なので5番ウッドだとどれくらいですか。はい、200ヤードです。200ヤード。あ、そうすると、200だと、まあ、ラフには入らないですから、それはそれで OK なんですけれども、ちなみに矢野さんは得意な距離ってありますか。あります、はいはい、それ何ヤード、100ヤードピッチングですね。ピッチングが得意なんですね、はい、そしたらその100ヤードを、ね、残す距離っていうのを、ね、考えるのがすごく、ね、またこう大事なことなんですよ。なるほど。でここからだと270ですから、はい、100残すんだったら170打てばいいわけです。170ですね。そうすると、はい、ここからスプーン持つよりはるかに、ね、優しいショットがなって、しかも自分の得意な距離残せるっていう手になりますから、はい、ぜひ、ね、そういう、ね、自分の距離ね、このいろんなウッドの距離を正確に知ることによって攻め方がうんと楽になって、この本来簡単であるべきパー5をね攻略できるというふうになりますので、ちょっと7番ウッドで打ってみましょう。はい、OK ね、これもしスプーンで打ってたらもしかしたら少しトラブルに入ってるかもしれないのを7番ウッド選んでたわけですから、はい、全く問題なく、ね、気持ちよく100ヤード残ったはずですから。そうですね、はい、では行ってみましょう。はい、はい、来ました。ですね、これで、今のが打った距離が166ヤードです。あ、うまくいきましたね、はい、うまくいきましたね。ピンまで、106ヤードになります。はい、何番でいきますか。そうですね、あの予定通りピッチングでいきたいと思います、うん、はい、でここでね、またちょっと一つアドバイスなんですけども、今ねこのセッティングでいくと106ヤードでピンなんですけれども、ピンからちょこっと引っ掛けたらグラスバンカーなんですよ、はい、うん、そうするとせっかくこのパー5ティーショットセカンド成功したのに、こっからね引っ掛けてグラスバンカーとかに入れちゃってボギーとかダボでスコア落とす人ってたくさんいるんですよ。なるほど、ね、はい、ところがここで見ると、ね、ちょっと後ろのとこまで行くと一番太いとこがあるんですね、グリーンの幅が、はい、広くなってますよね。110ヤードのとこまで打てば、ね、ミスの許容がね広がりますんで、多少引っかかってもグリーン上に残りますんで。なるほど。ピンということをせず、グリーンの一番幅のね太い110、はい、そこを目指してね打っていただきたいと思うんですけども、はい、110だと何番ある9番アイアン、9番、はい、じゃあこっちのクラブに変えて、はい、こちらで、ピンではなくて太いところですね、はい、あそこを目がけて打ってみましょう。わかりました。はい、おー、ナイスショットですね。短いクラブで持ってたりするとギリギリだなと思うと余裕がなかったり、クッと力が入っちゃって引っ掛けたりとかね。そうですね、はい、そういうのがあるんですけども、一番グリーンの幅の太いところね、あそこ、ね、であれば許容がある、ミスの許容があるからと思うと気持ち的にも楽になるんですよね、はい、だからここの部分でね、はい、距離を正確に把握できると気持ち的にも楽になってナイスショット出る確率も増えますんで、ぜひねこの3打目も活用してグリーンの幅も見ていただきたいと思います。はい、わかりました。はいはい、ここからですね140ヤードピンまで140ですけども、はい、矢野さん何番でいきましょうか。7番アイアンで。7番です。はい、じゃあちょっと打ってみてください。はい、と左でショートかもしれないですね。そうですね、ちょっと短い、ちょっと思った距離と違うかもしれないんで、ちょっと一回行ってこれで距離測ってみましょう。はい、はい、この地点でですね、今のショットが127ヤードです。
そうですか、うん、だからね140ヤードだと思ってたのと比べると13ヤード思ってるより飛んでなかったんですよね。はい、これね、あの多くの人が自分の距離っていうのは正確に分かってない人多いんですよ。そうですね、うん、で特にこういうコンディション、寒い時とかあとアゲンストの時っていうのに、自分がどれくらいの距離を飛ぶかっていうのを正確に分かると本当にねスコアの1だ2だったら簡単に縮まりますので、このようにね距離を何回も何回も検証するってすごく大事なんですよ。はい、あのもう本当ねゴルフって距離なんですよ。距離さえ合えばスコアってぐっと縮まりますから、うん、1回でね終わらずに何度も何度も自分がこれぐらい打ったなと思ったのに対して検証してみて、どれくらいギャップがあるかっていうことをね勉強していっていくといいと思います。わ、はい、かりました。